はようございます、イサマです。今日は木曜日、サーキットトレーニングね、3種目やっていこうと思います。1個の動きを20秒やって、10秒休憩してっていう感じで進んでいこうと思いますんで、ぜひ一緒に試していただいて体をね温めてください。それでは簡単に説明していきます。まずですね、足を広く取ったら横に上げる、横に上げる、横に上げる、横に上げる。その時に上げた方の足の方向と逆に上半身をひねります。ギュッギュッギュッ、これだけです。ねじる、はい、これが1種目目。2種目目、2種目目は足を一歩出して入れ替える。腕を振りながら、はい、これだけです。3種目目、3種目目は足をちょっと開いて軽く片足ずつ走る、走りながら腕を振ってみてください。はい、この振る腕を前に伸ばします。はい、そのまま斜め上に、はい、動きはこの3つです。できるだけですね、体を前に倒さないようにまっすぐの状態でやるっていうことを、気にしながらやってみてほしいなと思います。それでは真似してねやってみてください。いきましょう。最後
最後です。試合後、さあちょっと飛ばしてみましょうか。お疲れ様でした、いかがでしたでしょうか、最初はね、なんかこうフォームこれで合ってるのかなとかっていうことを考えながら、やっちゃうと思うので、楽な感じで終わっちゃう方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、これね何回もやってきて、あ、ここでバッチリと体がはまるなっていう場所を見つけられれば、かなりね、息も上がるし汗もかくし、かなりこう運動したなっていう感覚がつかめてくると思います。なんとなくね楽に終わっちゃうともったいないので、頑張って自分で自分をね追い込んでいくような気持ちで、やれるようになっていただけるといいなと思います。そのためには1回だけやるではなくて、何回もこういう同じような動きを繰り返すっていうことが必要になってくるんでね、これはぜひ回数やっていただければと思います。こういう感じの全身運動をやってから、筋トレをするのもいいですし、なんかこう、ね、時間を長くとっている方はこういう動きを入れながらねやっていけると僕はいいと思ってますし、僕もそういう風にしています。はい、という感じで、今日の動画は以上となります。いつもコメントだったりとかインスタグラムやツイッターのシェアをありがとうございます。これからもですね毎日緊急事態宣言中は動画を上げていきますんで、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、いつもありがとうございます。今日も笑顔で乗り越えていきましょう。お疲れ様でした。